美味しい美味しい。ほんとこのお米の炊き方美味しいね。ね。そして甘い。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。ついに茶器米の新米が届きましたね。来たね、実りの秋。よかったですよ、なかなかこう連絡がないからさ、うん、あ、今年不作なのかと思ってました。うん、今年からもう販売してくれないかと思ったよね。わしのとこほら米育て取ったから。おそう、やっぱ秋になったらやっぱもう新米が楽しみじゃなかった。あ、そうけ、稲刈り手伝されるのは嫌かったけど。手で買っとった。わしの前のコンバイン入らんとこよ。なんで親父はこうコンバインでバーッと入って角っこね。そう、角っこを枯れて。あ、そっかそっかそっか。まあいいや、そんなことはありながら、はい、茶器米が届いて、今日じゃあ茶器米で、はい、どうします。今日はね、美味しい新米の炊き方を皆さんと一緒にこう学んでいきたいと思います、うん、ね。象印の買ったねか、わしら。象印でももちろん美味しく炊けちゃう。今日は鍋で炊こう。鍋で炊こう。まず1回目鍋で炊こう。わし、やっぱ実家さ、ね、ガス釜やったのよ。いいね。やっぱガス釜美味しいよね。ガス釜はうちのばあちゃんちガス釜やったよね。今日はそれに近い感じのね、鍋の炊き方を教えてくれると。そうそうそう、まあかつ、うん、新米の教えてくれるね。なるほど、はい、いいじゃないですか。じゃあ行きましょう。茶器農場にも炊き方を教えてもらったから。おね、まずね、はい、新米茶、水分多く含んだ取り立てだから、ね、取り立てだからね。で、かつ米粒も柔らかいの。おだから、一番注意せんという件は優しく扱うこと。あ、優しくな。常にね、別に新米じゃなくてもそうなんよ。新米だって余計に優しく扱って、ね、なるほど、優しくな、大丈夫。分かった。俺はいつも優しいから大丈夫。そうでもないよね。はい、いけ。じゃあもう行くよ。たっぷりの水にこう2合の米、まあ流しある人は流水で ね、いいけどね。まあ大体みんな流しやっちゃう。流しある人はね、ない人はこれでやって。はい、ね、はい、でもさね、さ、はい、この感じさ。なんかでも最近さでいいって、昔ゴシ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 やっとったけど、なんか精米技術上がっとるから。そうやね、うん、全然違う。でもう一回水切るじゃん。はい、流して一回さーってやればいいってことだよね。そう、ここはこのボールの中だから、もう一回ぐらいやってもいいかもしれない。うん、ね、もう絶対ゴシゴシでな、こんなんやるね、はい、やると昔やったの。昔やっとった。もうガンガンガンって。あれ何だったの、何だったの、そう知られって言われて、ね、母ちゃんのやっとったからそうしとったけど、ガクガクガって、ね、回しとったよね。やっとったよね。やらんで。はい、これで、20分、はい、浸水させます。はい、通常の新米じゃなかったら30分。うーん、はい、20分経ちました。はい、たっぷりね、水吸ってくれたじゃん。吸っとけ。吸っとっちゃ、ね、色もなんか白になった感じすんね。はい、はい、じゃあちょっとザルでね、うん、お水しっかり切りますよ。はい、はい、おお、いや、綺麗やね。混んでる感じすんね。綺麗。秋、うちの取った新米食べが楽しみだったもん。楽しみやったけ、やっぱ、うちもばあちゃん家から新米もらっていくの楽しみやった、やっぱそれで作ったおにぎりうまかったもんな。うまかったな。水切ります。はい、ね、ここも優しくね、うん、はい、ザルに開けた米も長くこのまま置いたら乾燥して割れてしまうから、うん、手早く、これ2カップ分のお米、はい、だから2合ね、2合、うん、で同量の2カップのお水で炊きます。はい、じゃあしっかりね、水切ったお米入れてきます。うん、この間さ、友達2人と話しとったらさ、あ、友達おらんけ。友達おっちゃよ。なんか友達おらんから YouTube 始めた。音が一応、あ、音が一応何か音が、あ、音がか、そう、音が、音が、で、その2人と話しとったら、うちじゃあないわ、言うとった。ほんとかよ。こっちも家族持ちよ、うん、家族持ちで、うん、もうあのジャーで炊くのめんどくさいから鍋で炊いてる。あ、そのすごい、鍋の美味しい、早く炊けるし。あ、そうなのかって言っとった。はい、はい、いけ。じゃあ360のお水ね。はい、はい、じゃあこれでも炊いてくちゃ。はい、はい、じゃあ蓋します。はい、ね、蓋して、まずは中火、はい、沸騰するまでいきます。はい、さあ大事な話せんと忘れとった。茶器米茶、一回もう一回1年ぶりにおさらいしとかな。あ、1年ぶりに茶器米茶何がいいがだったか。そうそう、うん、これ富山の米茶何でうまいって言われてるかっていうと、うん、お米を育てるのにすごい冷たい水って重要らしくて、うん、なるほど。茶器農場なんて大沢のやからさ、まあ、山あいやからさ、もうすぐ立山やね、美味しい米できやん。なるほど。あと茶器のとこっちゃ雪肥料、うん、農薬 40% 削減したんやんと。いいじゃん。そうだ、減農薬です。
頑張っとるね、はい、有機肥料に関してはもう中身魚のカスとか、うん、油カスとか牛糞とか、うん、卵の殻とか、おうおう、そういうのを使って、うん、海水だから通常3倍ぐらいやっぱ肥料を上げんとは考えない。そうなんだ。手間暇かけて作ってらっしゃらないと、うん、まあ去年もそうやけど、まあ、注文してから精米して送ってくれるから、うん、鮮度全然違うですね。そうだ、保管も貯蔵庫、うん、涼しいところで保管して、うん、で注文入ったら精米してすぐ送ってくれるから、うん、まあ、産地直送ですっていうのが茶器米の美味しいところかな。美味しいポイント OK、うん、ブツブツ言ってきました、はい、これこれこれ、はい、沸騰した状態、はい、はい、もう閉めるよすぐ、はい、はい、ここから2分の中火でこのままキープして2分いけ、はい、2分経ちました、はい、ね、今グツグツ言ってます、うん、こっから火を一番弱火にします、はい、で弱火で10分、10分か、はい、楽しみやな、ね、本当は開けん方が嫌だけど見てみちゃう、どう、どけ、うまそう、炊けてないけこれね、あとはどこまでお焦げ作りたいかだけ、これをもうちょっと続けてって少し焦げた匂いしてきたらお焦げできとる、うん、今まだ多分ねそういう匂いして香りしてないから、うん、まだお焦げそんなできてないわね、うわもう十分お米は炊けてます、はい、で今最後ねもう一回蓋して火強めます、はい、中火にして、5秒1、2、3、4、5、はい、これで火切ります、うん、こっから蒸らし時間何分、10分、よいしょ、いいっすね、カッシャ、はい、これも優しくね、おこげできなかったわもうちょいやらなかった、でも、まあ、ちょうどいっちゃう、ちょうどいっちゃう、うん、少しできてる、こうしてきてるけど、うん、ね、いやうまそうやよ、うまそうやね、パリッと立って、はい、もうすぐ炊きたて食べたい、食べたい、食べまいけ、はい、はい、OK、 1個目、おどーん、サスの昆布締めやないけ、サスの昆布締めやちゃいいねもう一個、うん、どーん、あ、黒作りや、黒作りいいね、二つも豊洋っぽくて、食べんまい食べんまい、ね、絶対うまい、はい、うん、おいしい、おいしい、固めで、おいしい、ね、すごい芯立ってて、芯が立ってて、うまいね、うん、このぐらいの硬さいいね、うん、このまま食べられんな、ね、ほんとおかずいらないぐらい、まあちょっと言ってみたおかずは欲しい、おかずは欲しい、いただきましょう、いただきましょう、刺すから、うん、うん、あ、おいしい、さすがな、新米と刺すの小締め最高だね、最高の組み合わせやね、のう、あんた黒作りもうまいじゃん、これもご飯にも合うわ、やっぱ米も日本酒もいけるの、これは幸せやね、日本人としてね、はい、茶器米ようやく販売できるようになりました、うん、はい、ね、あの茶器頑張って育ててくれた茶器米を、はい、今回は5キロと3キロのパッケージも作ってくれて、はい、うん、5キロはお値段据え置き、ちょっといろいろ物価が上がったわに、茶器のとこの肥料やらね、燃油やらいっぱい上がっとって大変らしいんだけど、据え置き2980円です、なるほど、はい、すごい、5キロいらんわって方も中にはいるかなと思って、うん、3キロも作りました、はい、はい、3キロは1980円です、お、素晴らしい、はい、プラス送料になります、はい、販売っていうか注文してから精米して皆さんのところに産地直送ね、はい、富山から届きます、届きますね、チャキさんから送ってもらうんで、はい、はい、あのぜひぜひ新米美味しい方食べてみてください、はい、ね、ぜひぜひ美味しいお米、富山のコシヒカリ、茶器米、よろしくお願いします。はい、お願いします。